芝の化身とダクシャダクシャ古代インドの神の名。アーディティア神軍の一柱。インド神話に登場する有名な聖戦の名。以下に説明。ダクシャは、インド神話に登場する有名な聖戦の一人。ブラフマー神の子であるプラジャーパティの一人。マハーバーラタによれば、ブラフマー神の右手の指から生まれたという。多くの娘があり、 彼女たちはいずれも神々や巧妙な聖戦の妻となった。ま、ただ、クシャはビシュヌ人を崇拝し、その反対に芝神を意味嫌った。そのため両者は仲が悪かった。彼の娘サティはアローコとか芝神を深く慕っており、火になりたいと思っていた。しかし当然のことながら彼女の花婿選びの儀式にシバは招待されなかった。サティとシバが結ばれた後も、 両者の関係は改善されず、神々を招いて重要な祭祀を取り行った時にも学者は芝を招こうとしなかった。こうした父の態度に我慢できなかったサティは昇進実殺してしまう。そのことを、ナーラダ戦から聞き激怒した芝が、自らの弁髪を引きちぎり地に投げ打つと、天をつくかの巨人ビーラバドラが現れた。太陽のごとき光を放つ三つの目と、 幾千本の腕で多種の武具を装備した柴野化身は、洛斜の祭祀を徹底的に破壊して、洛斜の首をはねた。洛斜が羊の頭を持つのは首を切り落とした後、和解のために元の首を探したが見つからず、仕方なく羊の頭を胴体に据え付けたためであるという。洛斜の有名な娘としては、カシエパセンの妻となったカドゥルーとビナターの姉妹が挙げられる。カドゥルーは、 ナーガ族の太母となり、ビナターはガルダの母となった。カドルーがビナターを騙して奴隷にしたことによって、両者の子孫が深く憎しみあった神話はよく知られている。また月ソ相馬は落者の娘を数多く人したが、その中でも特に老皮にを愛したという。ありがとうございます。